滋賀県民の皆さん、こんにちは、マイアミです。こんにちは、マイアミ嫁です。10月に行われた近畿大会、はい、滋賀県から出場した2校、瀬田工業はね、初戦で負けちゃったんですけど、彦根総合は初戦を見事に突破。準々決勝ではね、大阪桐蔭に中盤まで食い下がったんですけど、敗れてしまいました。ちなみにね、今回は僕らのイラストもね、彦根総合仕様でお伝えします。はい、前回はね、山田くんにちなんで西武の西武ブルーが来てましたけど、今回は彦根総合仕様、シンプルでね、はい、来てますね。はい、選抜大会の近畿の枠は6校、ベスト4に残った4校は当確なんですけれども、その残り2枠を準々決勝で敗れた4校の中から争う形になります。彦根総合は大阪桐蔭に4対9で負けてしまったんですけど、途中までな、その大阪桐蔭が近畿大会でね、予定通り優勝してくれたんでね、その優勝校にね、食い下がった彦根総合はもう近畿からね、5番目に選ばれると思います。はい、彦根総合は初戦勝って、次の大阪桐蔭には負けるは負けたんですけれども、なんとかね、食い下がって、そしてその大阪桐蔭が優勝すると、そうそう、これで来年の選抜大会出場に大きく前進しましたね。春の選抜大会はね、夏の大会と違って話し合いで出場校を決めます。来年の1月27日金曜日に決定します。彦根総合は選ばれると思うんですけど、もう同じくね、出場を争う大阪の履正社高校はもともと自力があると、そして奈良の高田商業は公立校ということでね、その辺がどう評価されるかですね。そうです ね、 ね、この動画は彦根総合が出場する前提で作っているんでね、ちゃんとね、選んでくださいよ。三日月さん、よろしくお願いいたします。三日月さんは関係ないわ、選ぶのは選考委員会ね、毎日新聞社と高校野球連盟の皆さんです。はい、高校野球連盟、通称高野連の皆さん、高野連、来年の春にはぜひ彦根総合高校を選んでくださいね。親愛なる高野連の皆さん、いつもご苦労様です。何急に。僕の方からもね、ぜひ彦根総合高校よろしくお願いします。おかしいな、調子ええな。なんかこないだ夏の時、なんか開会式の挨拶が長いとか、なんか文句言ってなかったっけ。笑うほんまのことやってな。まあいいか。そしてですね、なんと21世紀枠、滋賀県からは水口東高校が推薦されました。高野連の方、こちらの方もね、ぜひね、一つよろしくお願いしますね。はい、僕がね、高野連のメンバーやったらもう 10票ぐらい入れたんやけどな。それはね、ちょっとね、夫は忖度しまくるからな、却下やな。あかんな、あかんわ。ちなみに以前、彦根総合高校へのエール動画を上げたんですけれども、その時に彦根総合の竹本くんが、なんと夫のツイッターにいいねしてくれたんですよね。よ、これはめっちゃ嬉しかったですね。はい、そうなんです。なんでね、このチャンネルでも竹本くんめっちゃ応援しますよ。はい。竹本俊樹くん、京都出身の選手でね、彦根総合高校も強力投手陣の一角を担ってます。一応ね、今のところ3番手ピッチャー的なポジションなんですけど、その潜在能力はね、県内ナンバーワンとも噂されてます。はい、秋季大会の彦根東戦でのリリーフが光りました。はい、私たち正直まだ竹本くん見たことないんですけども。見たことないよな。まだ見ぬ竹本俊樹くんの勇姿、ぜひ甲子園で見たいですね。あ、ほんまやで。高野連の皆さんね、竹本くん見たかったらぜひ彦根総合選んでな。お願いします。あいつらね、めっちゃええやつやね。もうほんま頼むで。そしてそして、彦根総合の宮崎監督、やっぱりね、さすがやってくれましたね。やってくれましたね。北大津高校をね、6回も甲子園に導いた実績がありますからね、もう宮崎マジック炸裂しましたね。はい、以前の動画では、映画監督の宮崎監督とかけてトトロみたいで癒されるとか言ってたんですけども、やっぱりね、この野球の彦根総合の宮崎監督、本物でした。嫁が勝手にトトロ言うそうやな。で、それではね、ここからは北大津高校時代の宮崎監督振り返っていきましょう。はい、宮崎監督、北大津の頃はやんちゃな生徒が多かったけれど、今の生徒はおとなしいと語っておられましたね。この辺ね、やっぱね、時代の流れですかね。宮崎監督率いる北大津高校は2004年の夏、初めて甲子園に出場します。はい、今から約20年くらい前の話になりますね。対戦相手は宮城県の
東北高校、そしてエースはね現在メジャーリーガーのダルビッシュっていう、そんな時代ですね。はい、そんな時代ね、バリバリの優勝候補でしたね。でこの対戦相手が決まってからね、宮崎監督はダルビッシュ対策を考えるんです。おお、宮崎マジック発動ですね。はい、宮崎監督はね球の速い OB を集めてね、もうひたすらもう打撃練習をするんです。おお、なるほど。OB を集めたダルビッシュの剛速球対策ですね。あ、そうですそうです。そして試合が始まるとね、その特訓の成果が現れて、北大津はもう初回からダルビッシュを攻めて、なんと5回まで毎回スコアリングポジションにランナーを進めるんです。でここで滋賀県民がこれ沸き立ちます。いや、そうやな、ね、これはいけるでって、はい、うん、確かにこれは期待できますね、うん、それでその後どうなったんですか。そしたらね、もう何のことはない、6回以降ダルビッシュは本気出してね、もう手も足も出んくなって0対13の大敗でした。え、1点も入れられんかったの。え、あかんがな、そりゃ。それから2年後の2006年の春、北大津高校はね再び甲子園に帰ってきます。お、初戦の相手は北海道の旭川実業。で当時はね北海道勢は勢いに乗ってたんです。あのマー君とかの影響もあったんでね。はい、次第ね今度は。そうね、北大津の先発は背番号10の真田君でした。はい、でまた6回から相手チームが本気出したんですか。違います。真田君はね時速110キロのストレートと90キロの変化球で、ね、相手を翻弄するんです。それはつまりボールが遅すぎて誰も打てなかったってことかな。はい、そうですね。そうなんですよね。試合はそのままだと真田君が完投してね逃げ切って宮崎監督は甲子園初勝利を挙げるんですね。なるほど、これぞ宮崎マジックって感じですね。 その後2008年の春にも北大津はあの横浜高校にも勝っているんですよね。そうですそうです。その時はねパワーで横浜高校を圧倒します。そして2010年の夏にもね2勝してます。この時はね2年生の恐怖の9番バッター村井くんが甲子園でねホームラン2本打ってますね。はい、その宮崎監督、うん、来年は彦根総合のユニフォームで甲子園に帰ってくることを期待しています。はい、そうですね。今回は選抜出場に大きく前進した彦根総合高校にエールを送ります。はい、1月27日無事に選ばれるように願ってます。お願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。はい、竹本くん、甲子園で投げてほしいですね。はいはいはい、うちら夫婦がついとるで。そうそう、僕らはね竹本くんを支持します。高野連の皆さん、彦根総合絶対選んでや。はい、お願いします。はい、お願いします。そして野毛くん、勝田くん、じゃあ期待してますんで、こちらもよろしくお願いします。そうやね、あとね野球の動画ばっか再生回数多いけど、ちゃんとあの観光チャンネルも見てや。そうやな、勝手に観光大使もよろしくお願いします。ほら、一応観光チャンネルなんで。はいはい、はい、じゃあね、はい、またね。